タケラジ公式アプリズームタケラの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。タケダ塾チャンネル。タケダ塾長の中森です。それでは引き続き岩井社長にお話を伺いたいと思います。お願いします。はい、チャンネルご覧の皆様、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。今回はですね、はい、まあ、コロナの影響でやっぱり皆さん気になってるかなとは思うんですけど、まあ大学とか就職ってことを考えた時に、はい、高卒でも就職するしかないかなって思ったりとか、無理して大学行った方がいいのかなって悩んでる方とか結構いると思うんですよ、うんうん、そういった人に向けて、その、まあ、高卒と、まあ、例えば偏差値低い大学に入るのって就職考えたらどっちの方がおすすめなんですかっていうのをちょっとお聞きしたい。僕の中では、はい、明確な答えはまずないです。ない、はいはい、名のない大学に行ったとしても、はい、その子の、まあ、過ごし方によって4年間で価値あるものになり得ることが大いにあるわけですよね、はい、で今まではその価値ある4年間を過ごした人間って就活で勝ったんですよ。このコロナが来て、その強さを企業側に見せるチャンスを失ったってのがあると思います。今までの面接とか、はい、いろんな選考がズームになったりしますよね。ズームの中の彼っていうのを見た時に、はい、そこまでの、まあ、いわゆるその個性というか、はい、それが見えなくなる可能性があるので、はい、なんか気になるよなと思って順番に選考を重ねていくと、この大学だけど多分この3年ぐらいすんごい面白い経験してきたんだな、はい、それが伝わると、いやこんなの大学じゃないと、はい、この子取ってみようって思うわけじゃないですか、はい、その個性みたいなものが、もう一回言いますけども、このコロナによって伝わらなくなったとしたら、名もない大学に行ってる子は今までよりも就活が不利になった可能性はあるかもしれない。いわゆる高卒と大卒っていう違いはあるわけじゃないですか、はい、高卒の方が有利になるっていうケースはこれあったりするんですか。それは職種にもよるとは思いますけれども、はい、やっぱりそれも含めて選択肢を広げるっていうことで言うと、18歳の時に思ってることと21歳22歳で思うことってやっぱり当然 3,4 年違いますから変わるじゃないですか、はい、高卒で社会に出た子たちって当たり前ですけど、その視野を持つ前に就職しちゃってるので、はい、なんか猶予期間って言ったら変ですけども、はい、自分で将来のね、はい、希望とか、はい、希望の業種とか職種とかがわからない子たちならば、余計に僕はそこで社会に出るんじゃなくて大学にやっぱり行くべきだと思いますね。なるほど、はい、やること決まってんなら逆にもう高校出た時点でもうかもしれません、経験をどんどん積んだ方がいいだと思います、はい、そこから専門学校行ってもいいし、はい、いきなり社会に出てもいいのかもしれませんけどね。なるほど、高い大学の人たちの方が有利になるっていうのはあると思いますか、コロナの影響は。やっぱりあると思います。これ間違いなく二極化するでしょうね、はい、何のために君働くんだっていうところは、はい、どの企業もちゃんと詰めて、はい、行くことになると思うので、本当に知識偏重型の本当の頭でっかちの子は厳しいと思いますね、はい、今後、まあ、例えば岩井社長が採用する立場だとして、はい、どんな人を取りたいとか、どういうふうに取っていきたいみたいなのありますか。あ、もうこれはもうシンプルで、はい、自ら考えられる人につきますよね。考えられない人がめちゃくちゃ多いので、はい、だから武田塾の宣伝するわけじゃないんだけども、はい、やっぱ武田塾のやり方で自分で何かをやるっていうことをあの時代に気づけた子たちっていうのは可能性は広がりますよね。目的から逆算して考えて実行していくということです、はい、評価されることっていうのがもう大きく変わってくる可能性高い、間違いなく変わりますよね、はいはい、もちろんいい大学に入るってことは今後、まあ、評価が難しくなる分、はい、当然その学歴って評価されるけど、はい、実際仕事として能力を発揮できるためには自分で考える力をちゃんと鍛えておかなきゃいけない、うん、その通りだと思います、はい、ぜひですね、まあ、進路を考えている皆さんに参考にしていただければ幸いです。というわけで今回岩井社長にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。